神代でございます。今日は邪馬台国クナ国へ攻め入るについてお話をいたします。それから間もなくして月読み巫女は肥後熊本県のクナ国へ5000、これは私の推定であります。5000の軍勢を率いて攻め入りました。そのいきさつについて申し述べます。それは3年前の紀元238年、月読み巫女と別称なしめが中国魏帝国の都洛陽に向かった時、魏帝国の重臣司馬懿から肥後熊本県の久那国を討伐してくだされとの依頼を受けたことから始まります。かつて司馬懿は中国洛陽の都で魏帝国の宿敵である五国と同盟を結んでいる邪馬台国の南方に位置する久那国を討伐していただきたい、そのためならどのような援助もすると約束したのです。月読み巫女がそれに同調したのも当然のことでありました。月読み巫女はこう考えます。邪馬台国の南方に位置する久那国はどうせ討伐しなければならない敵国だ。クナ国との戦いはこちらが仕掛けなければまだ先に伸ばせるかもしれないが、しかし義帝国が望んでいる現在が最も良い開戦時期だと思われる。今なれば義からの物資の援助も多量に引き出せる。今この時を逃さないようにした方が良いと思う。このように決断した月読み巫女は早速に伊東国から高間ヶ原へと向かい、姉の女王天照大神別称卑弥呼にこのことを相談しました。アマテラス大神の判断は吉、了解ということでした。アマテラス大神はクナ国がどうせ宿敵としていつかは戦わなければならない相手なら魏帝国の援助が得られるこの時期に久那国との戦いに臨んでおく方が良策との判断のようでした。早速に邪馬台国の全土に久那国討伐の命令が出されました。それから間もなくして邪馬台国の都高間ヶ原に5000の軍勢が集められたのです。紀元241年春頃のことでありました。大将軍は月読み巫女、それに安結び巫女と大友氏の先祖であります。天津久米の巫女と、
久米氏の先祖であります。安結び御子と天津久米御子とらの将軍および兵士が従います。向かうは肥後熊本県の菊池地方です。ちなみに肥後の国国についてすでに何度も申し述べましたが、今一度詳細を述べておこうと思います。国国宮古は八代宮であります。現在の熊本県八代市であります。国王卑弥呼、重臣永遠、先方将軍菊池彦のことであります。肥後北部菊池方面の将軍です。別称諸葛直。ちなみにこの先方将軍の菊池彦の本拠地はどこだったのでありましょうか。そのことを推定しますと、それは弥生時代後期の肥後熊本県で最も多くの鉄器を出土した西屋御免遺跡が可能性としては高いと考えられます。西屋御免遺跡は肥後の弥生時代の最大の遺跡であります。それでは西屋御免遺跡の詳細について述べてみます。西屋御免遺跡、熊本県菊池郡大津町大津、総数114件に上る弥生終末期の住居跡、198基の土工墓お墓であります。土工墓群、それに住居跡を囲む環壕があり、その環壕の総延長は1キロメートル以上の大遺跡である。総数581点の鉄器が出土している。この住居跡に伴う鉄床は火事床と判定されている。火事工房と見られる。この住居跡から出土の鉄器は形の残る矢尻5点と槍杆那2点の他は全て針状か幾何学形の再編であり、再加工のための鉄素材という性格を持っていると思われる。要は月読み御事を大将軍とする邪馬台国軍五千は、高間ヶ原現在の福岡県朝倉市を出陣南下し、筑後川を渡り高良山を過ぎ、八女から小栗峠を越えて筑肥山地を越えて、肥後熊本県の加本郡ですね、菊池郡へと侵入したのでありました。当然に肥後熊本県玉名の玉木那国、いわゆる那国からもスサノオの軍勢3000、これも私の推定であります。
スサノオの軍勢3000がこちらも軍勢を投進させます。邪馬台国軍の北方からと西方からとの同時侵入であり攻撃で、ありました。この奇襲攻撃に久那国の先鋒将軍菊池彦ですね、菊池彦は冬を襲われ瞬く間に敗北したようです。これにより邪馬台国軍は1ヶ月と経たないうちに、鴨本軍ですね、菊池軍一帯を占領することができたようです。菊池彦は多分に双子塚遺跡、熊本県上益城郡鹿島町、双子塚遺跡あたりまで一旦退いたようです。菊池彦はようやくやっとのことで、この双子塚遺跡あたりで体制を立て直すことができたと考えられます。それではここでこの双子塚遺跡について少々述べておきたいと思います。双子塚遺跡、熊本県上益城郡鹿島町、2から40の環壕を持つ大環壕集落である。住居跡267軒、鍛冶工房4軒、現地で作られたと思われる300点以上もの鉄器類が出土している。また熊本県特有の免田式土器なども大量に出土している。鉄器が豊富すぎるためこの地ではすでに弥生時代から製鉄が行われていたとする説もある。久那国熊本説の否定地としても有名である。ともあれ邪馬台国軍は鴨本軍、菊池軍一帯を占領しました。そこで大将軍月読命が考えたことはこの地に朝鮮式山城皇后石山城を築城することでありました。この月読命が築城した朝鮮式山城皇后石山城が九口城だと推定されます。それではここで九口城につきまして大まかの概要を記載しておきます。九口城、所在地熊本県山鹿市菊花町米原、築城年月日不明、形式朝鮮式山城、以降周囲の長さ 3.5km、 面積55ヘクタール、貯水池跡、土塁跡、礎石列などが存在する。
概要、九口城は肥後熊本県において確認される最古の城である。蜀日本紀、門徳実録、三大実録らの正史にこの城の補修の記録は記載されているが、築城年月日は見出すことはできない。これからすると修理の記録としては、蜀日本紀、門徳実録、三大実録らの日本の正史に残されておりますけれど、その築城年代は全く不明と言わざるを得ません。私としては紀元241年頃の邪馬台国月読巫女の肥後北部、熊本県北部進軍の際、月読巫女によって肥後北部の拠点城として築城されたものであろうと考えます。そしてここが肥後の国、熊本県菊池郡の大和郷の地でもあったのであろうと推察します。なぜこの九口城が邪馬台国の城なのか、そうではなくて久那国側の城ではないのかとの疑問も起こりそうですけれど、しかるに後世の大和朝廷が後の世になっても整備して実用に使っているところから判断して、久那国側の築城ではないと考えられます。邪馬台国が築いた城だったから、その流れを汲む後世の大和朝廷もそれを肥後北部、熊本県北部の拠点城として使用したものであったろうと考えられます。いずれにしろ古代のことでもあり、吉凶を信じた時代でもありましたから、いくらも後世の大和朝廷が敵方久那国が築いた城を使用するなどとのことはなく、後年大和朝廷が改修して使用したのであれば、邪馬台国築城の城だったと判断されます。要は月読巫女が肥後北部、熊本県北部に進撃し九口城を築城したということを申し述べました。これ以降この九口城で邪馬台国と久那国との激しい戦いが繰り返されることになるのです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は遺跡やや子の兆候について、お送りします。よろしかったらチャンネル登録をお願い申し上げます。